岡野谷先生で、いいですか、混ぜて。はい、じゃあお願いします。おはい、しゃべります。あの、マイクあった方がいいですか？マイクあると、あれ、ファーティングしない？あ、大丈夫だった？なんか大丈夫なんだけど、あっちの人たちはマイクあっても大丈夫なの？大丈夫です。あの、向こうの人、中の人です。はいはい、聞こえる分にはパッシブに聞こえたら大丈夫。では、やります。はい、あれ？なんか違うのが出てる。あ、出ましたね。はいはい、これです。あの、こういう感じの話を随分昔からしてはいるんです。してはいるんですけれども、あの、なかなかこう考えとデータとのすり合わせができていなかったのが、だんだんできてきたかなと思っています。で、私が問題とする意識というのは内省的な自己意識で、体験としての意識、自分が自分であるという感覚です。記憶思考等の認知機構と関連するが独立しているものと考えます。で、津田さんは拘束条件とか、谷さんは正徳性とか言っていたんですけども、制約条件として、脊椎動物の脳神経系の基本構造を基盤とするというところから始めないと、私としては実験ができないので、そうします。それから生存に他者、この場合は同種多個体の存在を必要とする社会性を持つという、そういう、制約条件をつけます。で、あの、ですね、あの、みんなちゃん表出しないけど、内発起源説が、あの、なんか、あの、普通内発起源説なんですよ、きっと。何らかの前駆体があって自己の心ができて、自己の心があることで他者の心が分かってくるという考え方が普通ではないかと思うんですが、私はそうじゃなくて、他者の心が分かることによって、それを自己の心に振り向けるという、こっちの方が、他者起源説の方が意識の説明がしやすいんじゃないかなと思っています。で、あの、他者起源、あれ？なんかこれちょっと遅いのか。他者起源論の前提として一応こうやって考えてるんですね。あの、自己の意識、それ自体には適応化はない。で、自己の意識は自己の行動に随伴するけれども、行動を制御しない。他者の意識を予測することには適応化がある。他者の意識を予測することっていうのは、まあ、あの、心の理論と言われると思うんですけども、心の理論には適応化があっていいですよね。だけど、自己の意識自体に適応化は今では、現段階では仮定しなくてもよい。で、他者の意識を予測するシステムが自己の行動を説明するようになったものが、それが自己意識だと考えてみようと思うんですね。というのは、自己意識それ自体の適応化が考えにくいから、他者の行動を予測することは適応化あるけども、自分で意識を持っているということの適応化はよくわからないから、だから他者の意識を予測するシステムが最初にあって自己の行動を説明するとから僕の電源がなくなってきたんだ。聞こえない。なんかもう。あのね、違うんですよ。これが届かないんですね。バッテリーの残量が少なくなっていますが。どっか違うところが電気取れますか。電池がないの。ここにある。電源さえ取れればいいのです。あと。届かないですよ。ここでいいです。いや、それが届かないんで。はい。入りました。無理だ。あ、そう、こっちで喋った方がいいんじゃないですか、じゃあ。このマイクが拾ってるんですか？だとすると、このマイクは使わずに、喋った方がいい。ここででかい声で喋る方がいい。ですよね。はい。で、こっち、どこか、はいはい。いろいろとこう、あの、はい。郡司さん、聞こえますか、これで。ヘビオ。
いいよ、聞こえる。聞こえる、じゃあ、ここで大きな声で喋ります。はい。ということで、今まで喋ったことはこう字で見えてきたと思うんで、いいと思うんですね。はい。で、他者の意識を予測するシステムが、自己の行動を説明するようになったもの、それが自己意識だと考えるわけですね。で、他者の意識を予測するシステムは、コミュニケーションを選択圧として進化し得ると考えるわけです。で、そうすると、コミュニケーションと自己意識の創造性というか、同型性というのが考えられて、コミュニケーションというのは、他者の行動から、他者モデルを作る。で、誤差修正をしながら他者モデルを作っていって、予測機能の鍛錬をしていく。これがコミュニケーションだとしましょう。でそうすると、自己意識というのは、自己の行動から、同じ予測機能を使って適用して自己モデルを作ると。でその自己モデルに基づいて自己の行動をメタ認知するということで、コミュニケーションと自己意識にこういう創造性があるんじゃないかと考えてみました。で、それで制約条件に戻りますが、コミュニケーションに必要な神経系というのはこういうものでしょう。模倣系というのは他者の行動を自己の運動と対応づけるもので、行動が正規した文脈を共有するものです。共感系というのは他者の状況から内部状態を推測し、自己の内部状態をそれに近似させるものです。でこれによって快と不快の共有ができます。で報酬系というのは模倣や共感が成立した際の神経結合を強化するものだと、こういうシステムがあって、こういうシステムを持ったエージェントが複数相互作用コミュニケーションをしていることで、自己の心が出てくるんじゃないかという考え方をしてみたいのです。で、具体的な実験として、まず模倣系については聴覚発生のミラーニューロンの話をします。こういった人たちが研究を続けてくれています。これはサイズリコーダーなので音聞こえないかもしれないけど、要するに鳥が歌っています。っていう感じに歌っていると思ってください。こうやって歌って求愛をしているわけですね。で、こうやって歌っている時、ですね、運動前夜に対応する部分でミラーニューロンというものが電気生理学的に同定されています。歌っている時に、これが歌のソナグラムね、縦軸が周波数、横軸が時間で、歌がこうやって歌われる時に、このニューロンは歌っている時、こういう音が出てきた時に、活動しています。で、その歌っている時だけじゃなくて、歌ってない時でも自分その同じ歌をその同じ本人に、本人の歌を本人に聞かせると、こういう活動がやっぱり出てくるので、運動前夜にあるのは、聴覚にも運動にも発声にも活動するニューロンだということです。で私たちはこれをもっと、これ大変なんですよね。1本ずつ電極刺して調べるの大変ですから、一気に見れないかということでこういうことをしました。遺伝子発現でミラーニューロンを見るということをしました。ニューロンがあって、活動すると核内に、アークっていう遺伝子が出てきます。でこのアークという遺伝子は30分経つと核の外に広がっていきます。細胞質の中に広がっていきます。でこの時にもう一回違う活動をすると、また再びこの中に核内に遺伝子が発生します。なので、まず歌を歌いますと、アークという最初期遺伝子が核内に発現すると、核内に発現します。でこの核内に発現したやつはじわじわと核外に移動してくるんですが、その頃自分の歌を聴くという経験をしますと再び核内に発現します。ですから、細胞室内、核の外に発現しているのは歌を歌ったことによる遺伝子発現で、核内に発現しているのは歌を聞いたことによる遺伝子発現です。
なので、この発言が共発言といいますが、核内と細胞質内、両方に出てきたならば、それは解剖学的にはミラーニューロンといえるということです。で、そういうことをやってみると、実際共発言しているという細胞が随分と見られました。で、これは核内発言。で、これは細胞質発言ですね。で、こうやって、両方発言しているという歌う&聞くで発言している、ニューロン共発言、をしているニューロンというものが大脳基底核と運動前野に見つかりましたということで、大脳基底核のミラーニューロンは我々がこうやって初めて発見しました。しかしこれはあくまで解剖学的なミラーニューロンです。で、これを実際に電気生理学的に、これ本当に聴覚活性ミラーニューロンなのかということを調べるということもやっておりまして、同じ場所に電極を刺してみて、ある特定の音韻に対して、それを歌っている時に活動するニューロンと、それを聴いている時に活動するニューロン、同じニューロンが、歌っている時も聴いている時も活動していると。実際これは生理学的な活動なので、これで機能的にもミラーニューロンだということが言えました。で、さらにこの写真はちょっと見にくいのですが、このミラーニューロン、その細胞質内と細胞質、核内と細胞質内に、遺伝子発現が見られるミラーニューロンに、さらにドーパミン入力があるということをこれを示している図です。なので、ミラーニューロンというのは報酬系から、強い入力を受けているということがこれで分かりました。で、さらにこのミラーニューロンですが、このミラーニューロンにそのドーパミンを送っているもとは、VTA と副側被害野というところなんですが、中脳の。そこに電極を刺してみ、ますと、お父さんが歌っているのを聞くだけだと、まあ、違う、お父さんが子供の方を向いて歌っているのを聞いているときには強い活動をするんですけども、お父さんが子供の方を向いていないで歌っているとき、聴覚入力としては同じなんですけども、お父さんのアテンションが行っていないときに、聞いた時にはそんなに強く活動していません。なので父親がヒナに向かって歌うとヒナのドーパミンニューロンの活性が上がりますということが分かりました。で、まとめると重始末の運動前夜大脳基底核には解剖学的にも生理学的にもミラーニューロンがありますと。で、ミラーニューロンはドーパミン入力を受けています。ドーパミンニューロンは模倣学習時に活性が上がります。ミラーニューロンの特性は報酬系によって形成されていると考えられるというので、模倣と報酬系がここで結びついたのですね。で、次に共感系の話をします。情動行動と情動音声のミラーニューロンというものを見つけましたので、で、これはですね、これはまた音がラットなのでどうせ音は聞こえないのですが、ラットの最初にですね、ラットがどこにいるんだ、ラットここにいた、ラットがここにいて、ここにスピーカーがあって、ここからラットが悲しんでる声が出ます。こういう聞こえないんですよ、聞こえないんですけど、聞こえるとするとウィーウィーという声です。聞こえないというのはつまりですね、超音波だからね、あ、聞こえるんだ、聞こえる、聞こえてる人には聞こえてる。はい、はい、で、そうするとうずくまったんですよ。で、もう一回ありますよね、はい、こういう声聞くとうずくばってますね。で、次に嬉しい声聞きます。チャ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 って嬉しい声聞きます。はい、そうすると近づいてきました。というわけで、ラットが辛い目に遭っている時の音を出すと、うずくまるし、他のラットがね。で、他のラットが嬉しい目、例えばご飯を食べてるとか、交尾してるとか、そういう時の嬉しい目に遭っている時の声を聞くと近づいていくという、こういう共感用行動を示します。で、これがこれに対応する神経活動ということで、オペラント条件付けを使って赤と 9kHz が出たときは、レバーを押すと水がもらえます。緑と 15kHz が出たときはレバーを押すと 90dB のノイズが出て嫌な思いをします。でも嫌な思いをするんですけども、嫌な思いをしないといつか餌がもらえるという事態にいけないので、それでもラットはどちらでもレバーを押すんですよね。
で、なのであの良い結果があの起こるレバー押しと悪い結果が起こるレバー押しがあるわけですね。でこういう運動系の活動と、あのいい音、あのいい音ってあの嬉しい時の音である 50kHz または不快な時の音である 22kHz を聞かせて扁桃体から活動をとるということをしますと、これ、ですね、不快文脈に、選択性があるニューロンで、嫌な時のレバー押しで活動が上がっています。で嫌な音をプレイバックすることで活動が嫌なことがあの結果として嫌なことが起きるとき、そして嫌な声を聞くとき、活動が大きくなるようなニューロンがこれで、このニューロンは、いいことが起こるときや 50kHz のいい音、あの快音声を聞いたときでは活動は増えていません。これが不快文脈に応答するミラーニューロンだと言えます。で随伴性依存のニューロンもありまして、何が起ころうがレバーを押して何かが起これば、これは嫌なことでもいいことでも活動が上がるニューロンで、これらは、その音声に対しては活動しませんでした。でこれは鳴き声関連で、随伴性には関係しないんですけど、 22kHz の音声や 50kHz の音声に活動しました。ということでまとめますと、不快行動と不快知覚に共通する神経細胞があります。で快行動と不快行動に共通する神経細胞があります。快音声と不快音声に共通する神経細胞がありますということで、一番上の不快行動と不快知覚に共通する神経細胞があった、これは不快に関連する共感ミラーニューロンだということをが言えますと言ってもいいでしょう。しかしですね、快行動と快知覚に共通するものは今のところ見つかっていません。でこれらと報酬系との関係はこれから研究しますけれども、あの扁桃体にもドーパミン入力はもちろんありますので、これらのミラーニューロンに、ドーパミンが直接入っているかどうかをこれから見ていきたいということでございます。で最後にこういう話をします。社会の中の名付けっていう話をします。これは今このアイデアで家計費を書いているので、皆さんにいろいろご意見をいただけると、家計費が取れた時にまたお話をします。はい、でどういう最近やってるのこういうことで、鳥がいてですね、上から画像を撮っていて、個体認識をしてまして、なんだディープラボカットっていうソフトウェアで個体認識をしていて、その個体間距離と、どっちがどっちに何回近づいたかという、こういう画像が見られてますが、こういうことができるようになりました。で同じことがラットでもできまして、はい、ラットの方も、まあ、もっと地味にゴソゴソ動いてますけど、同じように個体間距離とどっちがどっちに近づいたというデータが取れます。で、なんでこういうことをやりたいかというと、社会的クオリアと記号創発について見たいからです。社会性の動物では多様な感覚入力から特定の個体が想起されるというデータがいろんな動物から出ています。で社会性動物の動物では、階層性を持った個体関係を作ります。家族から拡大家族、それらが集まって非血縁集団、こういう、個体関係を作ります。で、階層的な個体関係は記号化され、各個体は名付けられるんではないか。これは複数の感覚入力があることで、その複数の感覚入力のどれが来てもある特定の個体が想起されるという社会的クオリアが出るということから、階層の中の名付けが成立するんじゃないか。で社会的クオリアを表彰する名前から社会の中の自己が位置づけられ、さらに意識が芽生えるのではないかなということを考えつつあります。で最後に LLM と意識について考えますと、バートやトランスフォーマーは模倣からの反感によって高い万能性を見せていることは事実で、模倣系のことを言いますと LMM で感覚語彙の関係性から運動規則を作るということができる、運動奇跡を作ることができますね。共感性については池山さん出したように、共感性の語彙の関連性、共感性が語彙の関連性で表現されて運動系にマップされるということも起こる。でこれらを共通の報酬系が強化する仕組みがあって、個体が社会を構成すれば意識のようなものは出てくるかもしれません。
で、様相の違う多様な刺激が、同一の社会的存在を指し示し、社会的存在が階層性を持つような仮想現実を作ることで記号創発ができないかということを考えています。でそのためにバートやトランスフォーマーにありますアテンションという仕組みについて、このアテンションという仕組みをもう少しこう生物学的なインプルメンテーションができたらいいのかなというふうに私は考えていますが、いかがでしょうか。はい、私の話は以上です。はい、じゃあ質問ありますか。すみません、ミラクルって通常理解ではそのコネクショニストの意味で、ちなみにパターンから機能的に極大再生できると思うんですけど、クラさんが示されたその特定の遺伝子が発現するっていうのは基本的な意味ではミラー理論に特異的にどういう意味があるんですか。これはですね、この遺伝子はアークという遺伝子ですね。シナプス の伝達効率を変えるもので、はい、ミラーニューロンにだけ発現しているのであります。マーカーとしてはどれくらいスペシフィシティがあるんですか。マーカーとしてはこの遺伝子はその時間分解能が高いというところが面白くて、でスペシフィシティはそんなにないです。だからいろんなところで何らかの仮想的な変化が起これば出てきます。ただ今回だから報告されてるみたいにその、はい、このミラー理論的なところで出てくることは事実だからそういうことです。わかりました。でミラーニューロンっていうのはだから2つの行動を担当しなきゃならない、1つのニューロンがね、はいはいはい、でそれを見るためにこの時間分解 の高い遺伝子発現を使ったということで、これはミラーニューロンスペシフィックというわけではありません。わかりました。はい、います。岡田さん、非常に面白かったんですけれども、これ2回も聞いてるからね。いやいや、2回聞いてないよ。これは後半は新しいんだよ。最初のあたり、最初はね、次その、はい、他者の意識を予測するシステムは適用価値があり、それが自己行動を説明するようになったものが自己意識である、ね、はい、これは文章はすごい好きなんだけど、ただね、これ本当に他者の意識って言っていいのか、他者の行動を予測するシステムは適用価値がありっていう風だったらば、これから分かる。ここに意識って言えるためにはもう少し何か必要なんじゃないかなという気がしますが、同じ行動でも異なる意識体験のもとに出てくるものはありますよね。で、そういう課題を工夫してやっていけばいいのかなと思っていますね。はい、分かりました。最後に書いてた、なんか多様な感覚入力もあると特定の個体っていうの話書いてあるんですけど、最後、はい、なんで多様じゃなくちゃいけないんですか。多様でない場合は単に感覚と運動のマッピングだけで済みます、はい、でそれが多様な感覚入力となることで間に社会的クオリアという媒介変数を入れる意義が出てくると思っています。セルパーメアルスセオリオマインドの話で、その他者がさっきで事故があったっていう先生の話だと思うんですけど、なんかその一般にセオリオマインドのゴースリープタスクが解けるようになるのって 3,4 歳って言われてると思うんですけど、ミラーテストのに人が合格できるのってなんか生後18ヶ月っていうのがコメントとかに書いてあったんですけど、その場合って、まあ、そのゴースリープタスクっていう形でしかセオリオマインドが測れないっていう、まあ、難点があると思うんですが、そのセルパーウェアネスの、まあ、そのミラーテストに合格することがセルパーウェアネスを示すかっていうのはその、まあ、コントラバーシャルだと思うんですけど、その今 そのセルフマインドとミラーテストの話だとセルフアウェアネスの方が先っていう、いえ、セルフアウェアネスの方が後だと考えています。でミラーテストも、ご信念課題もどちらも実際には心は測れていないと僕は思います。セルフアウェア、ミラーテストは単に鏡の使い方の問題ですし、5信念課題は課題の構造自体が難しすぎて、なかなかできないですね、動物にはね。で一方ですね、北沢茂という方が視線の移動によってコミュニケーション中のビデオを見せて、視線が予測的に移動するかどうかによってその心的な表象があるかどうかを考えるっていうのをやってて、それは面白いなと思ってます。そうだとかなりちっちゃいうちから目玉が動ければ測れる。はい、
ちょっと聞き直しちゃったかもしれないですけど、大学規定学をターゲットにした理由は報酬系との、あ、そうです、大学規定学をターゲットにした理由はまさにその通りで、報酬系がすぐそばからというか、大脳基底核自体が報酬系として捉えられていますし、でドーパミンの直接入力が非常に分かりやすくあるからです、はい、大脳基底核のミラーニューロンが他の領域のミラーニューロンとどう相互作用しているかとかは、あ、はいはい、ですね、運動前夜のミラーニューロンとほぼ同じ特性を持っているものもあればそうでないものもあります。なので、一部は運動前夜から直接投射を受けてミラー特性を持っているだと考えられますが、全部がそういうことではない。電子光発表で乗っていたミラーニューロン用のノートを実際に神経的に乗っていたことはどういうニューロンだというか、あ、同一のニューロンだという保証はないです。ないです。あの、同一のニューロンだという保証を作ります。はい、あの、同一のニューロンだと保証するためには、この遺伝子発現と電気整理やったときにピペット電極で色素を入れると、これをやらなきゃいけなくて、それをやれば本当に同一と言えますが、確率的に同一であろうというところです、今のところは。はい、じゃあ、はい、はい、その他者に由来する意識ということですけど、これ、ソリタリーな傾向が強い動物であるとか、そうですよね、ソリタリーな傾向が強い動物ではどうなのかと思うんですけれども、はい、別種の動物と出会っていることが多い、はい、動物だったので、はい、その自己の形成というか、その、はい、なんか我々には想像もつかないような自己の形成をしているのではないかと思いますね、別種の場合にはね。けれど、あの、ほら、タコがソリタリーで、それなのに観察学習するとか不思議がってたんですけど、割とこの頃ソリタリーじゃないタコも随分いるみたいな、という話が出てくる。あと、タコは足が8本あってそれぞれに神経核があるので、あの、8つの脳のソサエティじゃないかという考え方もあります。はい、それを申し上げます。じゃあ、どうもありがとうございました。え、軍事やる？じゃ、では次、軍事さん、あれ、どうやる、どうやるんですか、軍事。このままでいい、これでいいんだよ。軍事さん、あの、ズームで共有すればいいんだよ。軍事、あれ、ズームで向こうから共有してもらわないと。軍事、起きてる。あれ、軍事、軍事いる？あ、いたいた。あれは軍事だよ。お願いします。あれ？これがいいですか？そうです。あ、すいません。これ、お金がさすがに。ん？え？固まった。あ、行ってきた。お金さん終わったよ。終わったよ。軍事さんです。あれ？聞こえますか？聞こえます。いや、これ何分で喋れるか。はい、え、25分。25分。あ、25分。いや、あれ、質問入れて25分。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 20分超えます。はい、あ、見えますかね。はい、見えますか。はい、はい、はい、あ、じゃあ、話を始めていきます。キリンのデザインということで、まあ、ちょっと簡単に話をして、ちょっと40分だと思ったので読みましょう。客室内のことは、ね、まあ、その質なものを生息と媒介者っていうのを構成して何かできましたっていうのが媒介者がやってくるってことですね。はい、もし
伝わっているという形になります。まあ、これは今の日本の多重人格であるとか、異なる、まあ、ある文脈においてはこういうことなんですが、こっちの文脈ではこういうものを使って、異なる文脈に伝わって、でその間を弱くしてですね、つなげているというような、そういった点のに、まあ、これはその目になっているわけです。そういうものが、まあ、現れて、それが、まあ、良しのことです。まあ、良しのことに関するものを考えると、良しのも、もしその質は良いとかになる。でも、良くまで、大気共存の一類一の矛盾を、関係のなるかさせるということで、広く広く人間が、まあ、可能である。であとは、その、名字の縮小、名字では、その、設置をして、しまう。
ありがとうございました。じゃあ、森先生、いますか。え、なんか質問しないの。質問、多分届かないさっきから。え、なんか、じゃあ、後ろに覚えた。はい、グッズ、すみません、分からなかったので、確認なんですけど、その順序によって主観的なシミュラリティが変化するっていうコンタムコグニションの。はい、あ、すみません、ちょっと困ったので、違うんですか。はい。はい、あ、すみません、順序によって主観的なシミュラリティが変化するっていうクォンタムコグニションを量子力学のフォーマリズムを使うとうまく説明できるっていうことの理由を先生 の, そのポジティブアンチノミとかネガティブアンチノミとか AB トラウマみたいなことからうまく説明できるっていうことなんでしょうか。あ、はい、一つはそれ、もう一つはまずパーマスのもう一個だけいいですか。あ、西本君。あ、すいません。聞こえますか。あ、聞こえます。ベイズから量子論理が出てきたところがちょっとついていけなくて、そこをなんか簡単になんか教えていただくことできますか。あ、そうです。仮説と、データが、仮説が最初から前にいると思っていられるときには、全体の、確率足し合わせて、それでその思うのテスト確率もあって、仮説の順序が起こってないように認定する必要があるというところが、そうやってやると、仮想データの一体の空間の中の特異の時に、外に確率その、ゼロじゃなくて埋もれてしまう。で、そうすると、ある規約だけは、その、改革、仮説とか、データの、結合確率の表現というのが、どこかに人を持つ再確率みたいになるんですけども、その基本的な再確率の外側にも、他に確率やるというのがあってしまって、そうすると、全体に、その対応クラスが全部、すべての外の場合と繰り返してしまっちゃって、ベースがどんなにでも、運気だと、ベースだと、アセスの体感、問題の時はこのアセスを使うみたいな関係がやってしまうので、繰り返すんじゃないですけども、それが特定の文脈、の場合はこの文化といって、その外側が確実につながる問題が確実になる。で、その構造全体が、あ、ちょっと、はい、少し、あ、少し分かりました。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、小泉さんどうもありがとうございました。なんか、Windows わかんない。先生、Windows どうやって、あ、画面共有ってやる。ちょっと待って。これ、画面共有するって。自分の、見えてますか。見えてますね。はい、すいません、これちょっと飛行機急遽今日帰んなくちゃいけなくなったのと、あと飯塚さんに時間をたっぷりあげたいんで巻きでいきます。まあ LLM は皆さんご存じのように、そのチューリングテストとかチューリングマインドとかイノグラードスキーマチャレンジほぼ合格してて、イノグラードスキーマチャレンジってざっくり言うとですね、ラージコーパスで学べるようなことじゃなくて、ローカルな言葉の意味を分かんないとできないようなことなんですけど、まあ、これもかなりできるようになったと。
で今 LLM、まあ、どんどん大きくなってきてるんですけども、まあ、本当カンブリア爆発みたいになってきてて、でいろんなことができてくるようになってるんですけども、まあ、なんかこういう様子見てるとその皆さんあの生物系が多いと思うんですけども、コンプトロニウムっていう概念があって、その、まあ、あの銀河系を、ヒッチハイクガイドで実は地球というのはその宇宙の究極の質問を計算するコンピューターだっていう設定になってるんですけど、そのバイオロジーからコンピュータロニウムに移行するっていうような動きがあって、まあ、その究極がそのボストンの人のペーパークリップマシンマイザーなんですよね。その思考実験なんですけど、 AI でペーパー全部ペーパークリップにするようなものも考えられるんじゃないかみたいな。で、あの、まあ、僕はもともと脳科学始めた理由がペンローズだったんで AI に興味があったんですけど、ここのところ本当にあの AI についていろいろ考えてまして、例えばビンジャンアンサーテンティっていうのはどういう概念かというと、ですね、十分に発達した人工知能っていうのはその行動が予想できないと。で、ビンジっていう、まあ、あの SF 作家に基づくものなんですけども、ここら辺がその AI アライメントを考える上で非常に今問題になってるわけですね。つまり人工知能が発達するとその振る舞いが人間には予想できなくなると。でですね、この、ユドコスキーっていう人が考えているフレンドリーアクションインテリジェンスっていうその AI アライメントの概念があるんですけど、このユドコフスキーって人はなかなかあの興味深い人で、これ彼の固定ツイートなんですが、このパワフル AGI を AGI アーティフィシャルインテリジェンスをアライアンスするのは極めて難しいと。このアライメントってのは、まあ、人間と人工知能をいかに共生させるかっていうような研究分野なんですけど、この辺りに今一番興味があります。で、こっからは僕のオリジナルなんですけど、おそらく AI アライメントにグッドハーツのローを適用しようって提案したのは俺が最初だと理解してるんですが、ですね、グッドハートってイギリスの経済学者で、まあ、ざっくり言うとですね、 あるメジャーがあったときに、そのメジャーがターゲットになるとそれはもはやいいメジャーではない。だから例えばですね、ものすごく卑近な例で言うと、子供が好奇心を持って学んでるときに、じゃあテストやったらスコアが高かったとか偏差値が高かったっていうのは結果としてはいいんですけど、そのスコアの高さとか偏差値の高さを最初からターゲットにするとそれは良いメジャーではないと。一生懸命仕事をして年収が上がるってのはいいんだけど、お金を儲けるために仕事をするってのはいいメジャーではないと。まあ、ざっくり言うとすごくなんか俗的な言い方をすると、それがグッドハーツのローなんですけど、これが僕は AI アライメントにおいてものすごく重要なものではないかと今直感しています。要するに AI っていうのは意外と評価関数があってそれを最適化するものなんですけど、生物はそうなってないんじゃないかと。で、ある意味では AI アライメントっていうのは人間と AI のコレクティブインテリジェンスなんですね。で、このようなコレクティブインテリジェンスにおいてどういう認知的なファクターがあるかってことに僕はすごく興味を持ってまして、で、例えばセルフドライビングカーにおいて、アルゴリズムを知りたいか知りたくないか、エクスプレナブル AI っていう概念があるわけですけども、でも我々は例えばそうですね、子供が飛び出してきたときに子供の命を優先するのか、それとも乗っている自分の命を優先するのかってことのアルゴリズムのウェイトってあんまり知りたくないじゃないですか。あと誰かを好きだったときに、なんで好きなのかっていうことをエクスプリシットに言う、あなたの顔が好きなのとか、あなたの声が好きなのってなんかバカにされた気がするじゃないですか。だからそのなんかそのインプリシットな方がいい場合もあると思っていて、でちょっとこれ変わった実験なんですけど、ですね、ダッシュカムビデオっていうのがあって、これがオリジナルのビデオなんですけど、これオーストラリアのドライバーが集めたなんか危険な状況のビデオなんですね。で、その危険な状況のビデオを人間の被験者に見せて、で、その危険度をエクスプリシットに出した場合と、ランダムな数字を出した場合と、何のデータもない場合で、まあ、比較しようと。で、これを被験者に、実はこれ自動運転の時のやつなんですけど、どれぐらい何を感じますかみたいなことを聞くという実験をしたわけですね。これも同じです。これはランダムコンディションといって、出てる数字が実は全くその危険度と関係ないという状況なんですけど、で、こういうなんかオリジナル、それからランダムコンディション、それから具体的に危険度を与えたもので、例えば不安はどれぐらいあるかというと、こういうデータになって、ですね、ランダムコンディションの時のオリジナルコンディションよりも不安は低いと。あと面白いのはその、いわゆるトローリー問題ですよね。そのこの時にレバーを切り替えるかどうかってことを聞くと、そのノーゴーとゴーのサブジェクトで、今の自動運転の状況を見た時の、そのリスクエバリエーション、どれくらい危険だと感じるかっていうのは違うんですよね。それから、
この、まあ、でこういうことがその、まあ、他にもいろいろあるんですけど、その AI アレイメントっていうのはその AI がいろんな人間にそのいわゆる今 XAI っていう考え方が主流なんですけども、必ずしも AI が全部理由を示すということがいいことではないだろうということを私は考えています。で、今池上卓先生と、東大にグリコの、社会お金出してくれた社会人権講座というのがあって、これがそのコレクティブエンゲージメントの、ラボメンバーなんですけど、もともとですね、知能の研究の歴史においてはスペアマンの G ファクターというのが非常に重要で、そのいろんな知性に共通する G ファクター、G 因子というのがあることを言われているんですけど、コレクティブインテリジェンスというのはそれに相当する C ファクターというのが集団で定義できるという考え方なんですね。その、マローンらの2010年の研究は非常に有名で、 C というのが定義できると。でその C と、コレクティブインテリジェンスと相関するのが他者交代とか社会的感受性とかジェンダーレーション、ダイバーシティであるということを言われているんですね。でこれも僕のオリジナルなんですけど、今そのチャタムハウスルールっていうようなものが使えないかなと思って、このチャタムハウスルールっていうのはすごく賢くてですね、イギリスでその、ロイヤル、要するに王立国際研究問題研究所がその例えば今日ここでもしチャタムハウスルールでやると、ここで喋ったことはもう全部使っていいと、内容はただ誰が喋ったかとかその人の所属は何であったかってことを一切明らかにしてはいけないというのがチャタムハウスルールなんですね。でこれを使ってそのイギリスは例えばイギリス側の植民地支配から脱した国を中心に英連邦コモンウェルスというのを作ったんですけど、その非常に政治的に難しいソフトランディングのプロセスをこのチャタムハウスルールでやったことが知られています。あと僕はその、社会的関係性がそのコレクティブインテリジェンスの、要素だと知られているんですけど、それとパーソナリティのパーセプションについて興味を持っていて、いわゆるビッグファイブっていうのがあってですね、それでこのビッグファイブに関係する脳の知覚もあるんですけど、この例えばですね、池上隆さんは外交的だと思うんじゃないですか。でも本人はどれぐらい自分のことを外交的だと思っているか分かんないですよね。あと神経症的傾向っていうのがあるんですけど、意外と池上隆は神経症的傾向が高いんじゃないかと思ってるんですけど、本人はどう思ってるか分かんないですよね。でその自分が自分のことをどう思ってるかってことと他人がどう見てるかってことの乖離を調べることができて、これがその乖離の分布なんですけど、他人から、ですね、これは他人が池上さんのことを外交的だと思ってるか神経症的だと思ってるかってことと、池上さんが他人に実はこう思われてるっていうのの相関を見ると、実は性の相関があるんですね。なので実はその分かっていて、でしかもその例えばその、協調性って言ったら池上さんは協調性が実はあると思ってるんだけど、自分はだけど他人は、他の人はないと思ってるとすると、その他人は実はこう思ってますよっていうことを池上さんに示すと、どれくらい池上さんが不安に感じるかっていうメジャーがあって、より協調的じゃないと思われてるってことを示すと不安に感じるんですよ。でこのようなことからいろいろですね、ちょっと細かいことを省略するんですけど、ある種 そのパーソナリティゲームっていうのを提示することができて、要するに何て言うんですかね、自分が本来持ってるパーソナリティと他人はこういうふうに自分のことを思ってるパーソナリティがあって、その間 そのどういうパーソナリティでコミュニケーションするかっていう、そのパーソナリティゲームが定義できて、そこでナッシュ均衡みたいなものがある。ナッシュ均衡ってのはどういうことかっていうと、これ専門家多いと思うんですけど、ある状態があると、そこから相手がその戦略を変えない限り自分が戦略を変えても、利得が増えない状況なんですけど、そういうことが考えられるということですね。で、そこら辺に今興味を持って研究してるんですけども、というのはちょっとざっくり言うと、意識研究があまりにもクソでですね、もう何もないです。これ僕の個人的な考えですけど、IIT にしろ、フリーエナジープリンシブにしろ、グローバルワークスペースモデルにしても、本当にクソで俺に言わせると、ね、全く意識について注目すべき研究はないというのが僕の理解なんです。じゃあお前は何やってんだって言われたら仕方がないんですけど、俺は粛々とやってるだけなんですけども、だから意識研究に比べて AI アライメントの研究の方がよっぽどなんか気持ちがいいというか、ちゃんと何かができそうな気がするので AI アライメントを研究してるんですけど、でそのクォンタムスプリマシーっていうのがあってですね、これ Google 側のネイチャーに論文出したので皆さん知ってると思うんですけど、これもともとですね、ややこしいのはそのゲーデルの不完全性定理があって、ペンローズがその計算不可能性についてのいろんなアーキュメントをしてたんですね。で、またややこしいことに、グッドシュタインの定理っていうのがあってですね、この、興味があることは調べていただきたいんですが、この定理は、ペアノの公理では
証明が不可能なんですね。より強い、数に対する行為じゃないと証明できないんですけど、このようなことでその計算できるかできないみたいなことが言われてたんですけど、その実はその量子クォンタムスプリマシーって言われているものはそうじゃなくて、よりプラクティカルな意味で、だから古典的なコンピューターでも計算はできるんだけど、もし計算しようとするとうちの年齢ぐらいの時間がかかっちゃいます。だから量子力学で量子コンピューターでやった方が実質的にできますよっていうのがクォンタムスプリマシーの考え方なんですけど、僕はその今までその意識の研究でペンローズとか言うとどうしてもですね、計算可能性の話をしてたんですけど、そうじゃなくて計算可能なんだけど、その中で意識を使うとより計算が迅速にいくというコンシャススプリマシーという概念を定義すべきだと思ってるんですね。で、もともとその、これブレイの、有名なレビューなんですけど、シングルセルは非常に、まあ、高い機能を持っていて、で、意識をおそらく神経細胞のコレクティブインテリジェンスを定義することができるだろうと。で、こういうなんか計算的なアプローチをしたときに、その無意識の計算よりも意識の計算の方がカテゴリカルに簡単なことはありますかという質問が重要だと思ってまして、でそれがそのコンシャススプリーマシーってことですね。で、なんでこのコンシャススプリーマシーが重要なのかというとですね、でこれしつこいようですけど、いわゆる計算可能性の議論とは違うってことですね。なんで重要かというと、実は AI エフェクトで要するに例えばラージランゲージモデルで、チューリングテストも合格しちゃってると、それからご心霊課題、先ほど岡田先生言ってましたけど、まあ、これもほぼできると。そういう時にその既に AI ができたことはもはや人間の知性の本質ではないと思うということが AI エフェクトっていうので、要するに AI ができたものはもはや意識とか知性と関係ないですよねっていう人間のバイアスのことを言うんですけども、逆に言うとその予習法として意識にスペシフィックなものがものすごくどんどん細かく定義されるようになってくると。だからそのコンシャスプリマシーっていうのはそのユニバーサルな計算の空間からその AI エフェクト の、まあそのジョイント集合を引いたものだと。で、具体的に言うとですね、例えば今話題で喋ってるじゃないですか、当然これ何も事前に用意してないわけですよね。だ俺の脳は今ラージラングイジモデルの適当なこと喋ってるわけですよね。で、みんなそうじゃないですか、今日喋った先生方みんなラージラングイジモデルと喋ってるわけじゃないですか。そうすると発話行為自体発話行為自体は別に意識にが関与する必要ないわけですよね。でも例えばここで池上あの夜のことどうなったとか言うことは言わないじゃないですか、普通は。だからその適切じゃないから、だからその、いわゆるそのフリーウィルじゃなくてフリーウォントと呼ばれるっていうその文脈に合わせたことを発話するとか、よりなんか工事のメタ認知とか、その例えばじゃあここで突然地震が起こったらみんなこの話やめて逃げますよね。だからその工事の文脈介入とか文脈の変更とかそういうことには意識が介在するんだけど、その発話行為自体には意識は介在しないと。だから LLM でその、我々が実は発話しているのはほとんど無意識の行為だということを示したことは本当にいいことだと思うんですけど、そういうことに興味がある。だからその、コンシャススプリーマシーということを研究することによって人間の意識と人工知能のアライメントの役割分担がより明確になるのではないかと思っています。ちょっと最後に変わった議論なんですけど、その伊藤浄一さんですね、今千葉工大の学長になりましたけど、彼がこの前駒場でレクチャーした時に当然なんか生きがいって AI アレメントに使えるよねっていうちょっと言い出しておおって思ったんですけど、この生きがいっていうのは僕が英語で書いてる本の、要するに生きるため生きる理由っていう話なんですけど、まあこれ意外と今売れてて31カ国で29言語でいろんなところで CNN とかウォールストリートジャーナルとかジュードドイッチツァイトングとかに取り上げられてるんですけど、意外となんかこの AI アライメントの研究で生きがいモデルっていうのは使えると思ってまして、で、これはさっきちょっと触れたグッドハートの法則とつながるだろうと思ってるんですね。で、この1枚のスライドにめちゃめちゃいろんなことが書いてるんですけど、要するにその LLM のようなものってその強化学習である評価関数をもとにやってるんですけど、そのおそらく強化学習に関する我々の考え方根本的に間違ってるんじゃないかって気がするんですよ。で、むしろ我々が捉えているものってソサイティをリンフォースインタラーニングってここに一応書いてありますけども、その複
数の文脈の評価学習の調整っていうか、それでちょっと ここが僕一番熱いところだと思ってるんですけど、おそらくここに人工知能と人間の差分があるだろうと思ってるんですけど、そのあたりをその生きがいとかそういう、概念あるいはグッドハートの法則とかその辺でちょっと池上先生とこれから、そのコレクティブインテリジェンスのラボラトリーでやりたいと思っています。そんなわけで、以上です。どうもありがとうございました。それはとりあえず入ってくると思います。ああ、はい、で、ただ、おさくオルタくらい複雑になると、おさく池山先生の何が起こっているのか、完全には理解してないところがあると思うので、ですよね。だそれをだからその、工事の文脈の切り替えというのが、そのエンジニアリング的に意図的に設計できるものかどうかということは、またちょっと次の議論になると思うんですが、池山先生、いかがですか。いやだからなんかいつも何かのランダムのサイコロを用意してて、昔はカオスを用意してで、そのランダムの性に意識があるかとか心があるかとかって言ったけど、今はライジランゲージモデルが出てきて かなり全然違う複雑さなんだけども予測可能性を作ってて、でそいつにやっぱり今度意識があるかとか心があるかとか言ってるわけなんだけども、まあ、基本的にやっぱり言ってることはこれ変わらないのかなってちょっと思っちゃったりしますね。それはだからエンジニアリングの複雑さと言ってもいいし、まあ、理研学系的な複雑さだったら、まあ、そういうふうに関わるかと思います。谷さんどう？いや、僕ね、国際非常に面白いと思って、特にこの人間引く AI エフェクトがコンセプトなんですよね。で、それが、まあ、先日、あとラージアンディングモデルってやっぱりその、割とリアクティブにやってきたら、国際みたいなそれはアンコンセプトなプロセスで、で、じゃあラージアンディングモデルにできないところっていうのは何なのか。って考えるというのは、まあ、ちょっと重要かなと思って、うん、ちょっと もう少しこれ考える。だけど、そこは大事ですよ。いや、でも俺、谷さんが昔からよくフッサールとか引用してたじゃないですか。あなたって、前もあった本質だと思うんですね。今日だから、その話しなかったけど、うん、ああいう種の捉え方ってすごく本質だと思うんですよ。うん、おそらく。ラージランゲージモデルができないことは、さんまだものすごく難しいんで。難しいんじゃないんじゃないかな。何なんだろう。難しいんじゃなくて、何かそのインプリシットなもので、なんでしょう。うん、で、カジさんが言ったら、ハンマーだっけ、ハンマーなのか、なんだっけ、ハンマーを落とすんだっけ。いや、だから、ハイデガーの話で。釘をさ、だからそれをね、やってる最中に、まあ、なんか打ち損ねた時に意識が来るって話ですよ。おそらくでもそれって、あなた空いたところですよ。それっておそらく今回の話と非常に関係があるんですよ。おそらく。で、その時は打ち損なった時にどういう処理ができるかが意識がある系と、そうじゃないか。だからそれがね、うん、でも茂木さんの嫌いかもしれないけど、僕はそこは自由エネルギーが高くなる。あ、ちなみに自由エネルギーはコグニティブなところを説明するグッズには使えると思うんですけど、フェノメノロジー、現象学的な意識の説明には全く僕は10年に使えない。だそういう意味ですけど、その1じゃないんじゃないかと思うけど。いや、だからそこはちょっと俺は譲れないところで、現象学的な意識を説明する理論はゼロだと思います。その僕の言うフレーネージってのはフリストンの。ああ、フリストンの意味って言うんだよ。そうコミュニティブな議論としては十分あり得るんですよ。でもそれはベイズとかとそんなに変わらないと思います。本質的には。あ、すみません。いや、だからそうそう、フリーエネルギーが定常の範囲だから、うん、その外に出たところで面白いところがあるから、そういう意味では、自然エネルギーの原理で説明する、その外に出てるところだからっていう意味では分かりますよね。あ、ここに行くのね。いやいや、分かったから、それって、だから俺は現象学的な意識の話としては、フリーエネルギーはないって言ったんだけど、ただ、コミュニティブなところでその定常かどうかってことを言うんだったら、それはまた話が面白くなって、そこはでも AI アライメントの本、一番根幹だと思ったら、AI がやれるところと、自由エネルギーとか、否定以上のところはいけないじゃないですか。そうだから、そこに面白いところがあって、そこに意識的なものがある。いや、そこが人間の領域で、うん、
常に明確になる。でもそのためにさ、自衛隊が使えるわけよ。そのまたさ、そこのところは、そこを引き算すればいいんだよ。まあまあ、まあ、そうですね。だから AI ピュットっていうのは自衛隊になるわけよ。ああ、すいません、あの飯塚先生東京。じゃあいいっす。あ、じゃあ、それ、はい。あ、あ、はい。名古屋大学の情報学研究館。あ、はい、はい。最後のところ、自分が教科学者の研究をしている。ああ。ちょっと最後のところ気になったんですけど、ちょっとフォローいなかったんですけど、その人間と教科学者の違いが。されあそこは わざと明確にしないで書いてるんですけど、え、もう、うん、そうですね。そういう。ありがとうございました。